さあイベントじゃない間違えた、メインストーリー第13話やっていきましょう。あ、三上がため息をついております。何でしょうかね。神木さん、神木さん。はい、ニコルンの応答にも答えない。兄ちゃんか。兄ちゃんもお昼？うん。神木さん、さっきのレッスン全然集中してなかったでしょ。おう、鬼教官。鬼教官ニコルンの。え？ごめんな。この返答もマイペースだね、ミカミンは。珍しいわね。もしかしてまだ君島さんのことは。ほんと優しい子だよ。おう、いたいた。お、なんだ、ふみのみこ。どうしたどうした。で、神木みかみ、私に何の用？今、カオルコさんの生誕祭の準備で忙しいんだけど。あらあら、みかみんがね、ふみのみこを呼び出してたんですね。みこちゃん、な、ななちゃんのことを教えてくれへん？あ、まあね、ね、ここに聞いちゃうのが一番手っ取り早いからね。例えば、ななちゃんとみこちゃんがどうやって出会ったか、ミコちゃんから見て、ナナちゃんはどんな子なんかとか、とにかく何でもええから。おーおー、ミカミンがすごく積極的に質問しています。どうしてそんなことを私が。あなた一番近くにいるじゃないか。お願いよ。うん。ねえ、こちらからも頼むよ、教えてくれよ。ナナと私は学院の中等部で出会ったの。はい。私いろいろあって学院に入ったからさ、うん、周りのこともうまくいってなくて、ナナはそんな私の唯一の味方だった。あーね、君もやっぱ苦労してるんだね。私のことを認めてくれる唯一の存在、うん、周りの子の嫌がらせにも一緒になって戦ってくれた。あいわゆる差別ですね。差別があったんだな、どこの学校でも。やだね。まあ実はナナも学院じゃ友達がいなかったんだよ。友達と一緒にオーディション受けてナナだけが受かったことが原因でハブられたりしてさ。あ、ねえ、ナナちゃんも大変なんだね。うん、友達。まあそんな、まあ、あぶれ者2人が出会ったってことですね。うん、だから私たちはお互いがただ一人の友達だったんだ。うん、でもね、いてよかったね、うん、そういう人が。それで二人でユニット組んだりして、うん、ほんと彼女がいなかったら今の私はないよ。うん、せやったらかわいそうって思わん？お？え？うん、みこちゃん知ってるんやろ？ナナちゃんの誕生日カオルコちゃんと同じやって、それをファンにも黙ってるって。さあ知ってるんでしょうかね。まあ、知ってんだろうな。ああ、知ってるっぽいね。知ってんだよやっぱ。かわいそうやんか、ファンのみんなに誕生日祝ってもらえへんアイドルなんて。うん、でもまあね、グループを大事に思ってるのかなやっぱ。それはさ、仕方ないんだよ。仕方ない？うん。私たちのユニット、周りからはすごい嫌われてて、全然注目されないまま高等部に上がったんだ。そんな嫌われてたんだ。マジか。そこでカオルコさんが一緒にやろうよって誘ってくれて。おお。丸の内さんは。なんだろうな、なんでこの二人とやろうと思ったんだろうな。それで全部が変わった。トップアイドルになって見れなかった景色がたくさん見れるようになった。うんうん、だから私たちはカオルコさんのために頑張らないといけない。それが趣旨を守ることになるから、トップアイドルのままでいられることになるから。なるほど。うん、ファンのみんなもカオルコさんの生誕祭を望んでる。ファンの望みは私たちの望みでもあるから。でもシュシュのファンでもさ、
その中でもさ、君島ナノが好きなファンだっているわけだよ。その嫌われた時代と違うんだからさ、今はトップアイドルになってファンも増えて、だからね、ナナちゃんのね誕生日も祝ってあげてほしいな、やっぱ。だから仕方ないの。どんなちっちゃくてもいいんだよ、祝ってあげてよ、なんとか。ごめん、もう行かないといけないから。でも寂しそうやったで、ナナちゃんは。ふみのさんもね、ふみのみこも複雑な心境なんでしょう。本当は祝ってあげたいけどね、ナナちゃんのおかげでここにいるって言ったし。あれ、兄ちゃんどないしたん？お、ニコは黙って見てたんだね。彼女がいなかったら今の私はないか。お、まあニコルもね、ちょっと重なる部分はありますからね。私と滝川美恵の出会い、彼女はすっかり忘れているけど。なんで美恵ちゃん忘れてるんだろうね。臆病だった私は周りと馴染めなかった。ある日、演劇界で魔女の役をやることになった。でもその本番、同級生は嫌がらせで小道具のリンゴを隠した。はい、この話はね、アニメ11話かな、確か11話のお話ですね。そんな同級生に転校生の彼女は思いっきりつかみかかった。そして演劇会は中止になった。すごいよ、アサシンみたいなリスだったよね、リュウちゃん。すごい勢いでスパーって言って殴りかかったから。どうして、どうして私のこと助けてくれたの？壊れちゃう気がして。まあ、え、あのまま見過ごしてたら、知らん顔して黙ってたら、自分の大切なものが壊れちゃう気がして。大切なもの、何か似てるのかもしれない。おお、ニコルン。え、なんでもない。ねえ神木さん、君島さんにお礼がしたいんでしょ？だったら私に考えがあるわ。おお。ただし、ただし、うまくいったらちゃんとレッスンに集中すること。いいわね、ニコル。いいやつ。